こんにちは、今回は息子のトイレトレーニングについてお話ししたいと思います。以前の動画でも少しお話ししたんですけれども、2歳7ヶ月の息子がですね、トイレトレーニング始めた方がいいんじゃないかなという兆候が出ていまして、今どんな感じでやっているのかをお話ししようと思います。まずこれはと思ったのが、おむつがあんまりこう濡れなくなってきたんですね。それってよく言われる膀胱におしっこを溜められるようになってきてるっていうことなのかなと思って、ちょこちょこ声かけはしてたんです。トイレ行くとか、おしっこどう、出そうとか、おしっこ出たとか。でもね、出たって言ったり何も言わなかったり、2歳半なる前ぐらいかな、それぐらいの時に自分からもこう出たって言ったりとか、お風呂の時にトイレとかなんかおしっことか出るとか言うようになったんですね。なのでそれでちょっとこう待ってみると、まず最初にできたのはお風呂なんです。お風呂の洗い場のところでじーっと一緒に待ってあげたら、ちょろちょろちょろって出たんですよね。それでこっちもなんか嬉しくなっちゃって、わー出たねーって言って喜んでいて、それがまあもちろん毎日じゃなくってちょこちょこあるようになって、そのぐらいの時期に保育園の先生からトイレでできましたよって言われて、と思ってこう自分の家ではやったことなかったんですね。なので一番最初にできたのは保育園だったんですが、どうもこういろいろ声かけはしてくださっていたようで、おしっこ行くとか、やっぱりそう優しく声かけっていうところからのスタートだったみたいです。このトイレトレーニングのスタートのタイミングって皆さんそれぞれだと思うんですが、どうしてもこうね、一番最初の子供ってわからないから早くした方がいいんじゃないかとか、周りの方が取れてたら焦ったりとかすると思うんですね。私もこう頭の片隅にトイレトレーニングを、まあ2歳3歳ぐらいなのかなっていうのはあったんですが、でもできるだけ私はちょっとこう遅くしたいなって思ってたんです。うちは幼稚園に行かせるとか、ここまでに取らなきゃいけないっていうタイミングが特にないので、自分のタイミングで、私の家庭のタイミングでゆっくりできるなっていうのがそもそもあるからなんですが、あんまり早くやり始めてこっちがイライラするのも嫌だし、子供にもそのトイレに行くことが怖いとか、なんかお母さんがいつも怒ってるみたいなのを思わせたくないなと思ったので、うちはそのあまり1歳のうちに取ろうとか、2歳半までにとか、そういうのは考えないでおこうと思ってたんですね。早くできるからいいっていうもんでもないような気がしていて、私はだからこうできるだけゆったり、息子がしっかり意思疎通私とできるようになって、自分も余裕がある時にぐらいに思ってたんです。そしたらまあもう2歳半ぐらいになっちゃいまして、それまでの間に一緒にトイレに連れて行くことはしてたんですね。それはもう2歳過ぎぐらいからですかね、一緒にやっていて、息子がトイレについてきたがるんですよ。だから一緒にトイレに来て、私が用を足している間隣にいたりとか、じーっと不思議そうにね見てたりとかするんですけど、そういうのからこう、じゃあ座ってみるって言って座らせてみたりとか、ただ座るだけ、その時はズボンも脱がずに座るだけ。そこからまた興味があるような感じの時に、今度はズボンを脱がせて、おむつも脱がせて座らせてみるっていう、それを始めてたんですね。その座らせる時にちょっと危ないから、こういうベビーベルのなんですけれども、子供用のトイレシート、これを買ってカチャッとこう上にね乗せるだけなんですが、これを使いました。後ろにダイヤルがありまして、それを回してこのね幅がね変えられるんですね。だからいろんな座面に合うみたいです。ここにかけるところがあるので、フックをトイレにつけてここにかける、またそれを外す、そこから息子に一緒にやってもらうようにしてました。そしたらなんかね、こういうのね、自分がこうやっぱり撮りたいとか座面に置きたいっていうのを意思表示してくるので、それに合わせてこっちも一緒にこう、まあ、気長にねやるっていう感じでスタートしてます。そうやってまずは座らせるだけで、でも座るけど出ないっていうのがずっと続いていて、もちろん毎日じゃないんですよ。うちはそんなね余裕もないので、たまにやる程度ですね。ちょっと自分が思いついた時に一緒に行ってみるとか、トイレどうとかっていう声かけをたまにやるぐらいで、それでもう、2歳半ぐらいにはなってまして、トイレ行くっていうのを聞いて、たまに行くっていう時があるので、その時に連れて行って座らせて、そしたら1分ぐらいはずっと待ちましたかね。そしたらちょろちょろって出たんですね。その時はやっぱりね、こっちも喜びを表現してあげてってよく言われるので、思いっきり喜んで、あ、よかったね、できたねって、それを何回かやっていて、まあそれででももう1ヶ月とかすぐ過ぎたので、2歳7ヶ月になり、その間にお風呂でもよくやるようになったんです。一番最初に出たのが、それも2歳半ぐらいだったと思うんですけれども、お風呂上がりにバスタオルで体とか髪の毛を拭
拭いていたら、もう一回行くって言って、おしっこって言ったような気がしたから、もう一回こう洗い場に連れてったんですね。そしたらそこでちょろちょろって出て、でその出るのをじーっと見て、それが、あ、これがおしっこなんだ、出す時はこんな感覚なんだっていうのが多分それで分かったんだと思うんですよね。そこからトイレでもたまにするようになってっていうのが続いてます。今もそんな感じです。おむつをどうしようか今迷っていて、まだトレーニングパンツじゃないんですね。普通のおむつを履いているんです。なのでこれをトレーニングパンツにした方がいいのか、でもすると今度はそっからね、こう毎日ちゃんとトイレの声かけとか連れて行ったりっていうのをやらなきゃいけないのかな、どうなんだろうっていうの、まあちょっとね仕事をしながらなのでつきっきりでできないから、それでちょっと二の足を踏んでいって、今うちはおむつを普通に履かせて、本人が行くって言った時とか2日3日に1回あるかないかぐらいかな、そういうタイミングでちょこちょここうトイレに連れてってるっていう感じです。しっかりあの足を踏ん張れた方がいいかなと思いまして、こういった感じの踏み台も買いました。これ木のもので結構重いです。しっかりできていて折りたたみはできるタイプにしました。私が買ったのは楽天市場で探してショップワールドっていうところが扱っているものなんですが、結構大きくてしっかりしているので存在感はあるんですが、やっぱりこうグラグラしないし、しっかり踏ん張れている感じはありそうですね。ただちょっとね、大人がする時にはくぼみがあるとはいえ、やっぱり足がちょっと当たる感じはあるので、最近はもう折りたたんで横に置いているんですけれども、これがもし息子が頻繁に行くようになったら置きっぱなしにできるようになるかなと思って買いました。なので本格的なトイレトレーニングを始めてるかと言われるとそうではないんですけれども、緩やかにスタートしたのかなっていう感じです。これでいいのかちょっとアドバイスもいただきたいんですよね。皆さんどういう感じでスタートされたのかとか、何ヶ月スパンで見ればいいのか、まあそんなに早く取れなくてもっていうのがちょっと心の中に私はあるので、まだまだ時間はかかりそうなんですが、これからもうちのトイレトレーニングの様子追ってお伝えしていきたいと思います。また次の動画も楽しみにしていてください。